guys! イリナです。Welcome to or back to my channel. 今回の動画では私の毎日メイクをご紹介したいと思います。前撮った毎日メイクの時とあんまり変わってないけど、すごいリクエストが多かったのでやることにしました。あと今ちょっと肌荒れがやばくて、メイク動画だとすっぴんから始めないといけないし、みんなが私の汚い肌を見ないといけないことになっちゃうから、すごい撮るのをを避けてました。肌がめっちゃ綺麗になった後に撮ろうと思ってたんですけど、もしニキビが全部なくなった後にまた自分の悪いところとかニキビ以外の欠点っていうのかなを探して、まあそれがあるからまた撮るのをやめようとかっていうのが起きちゃってキリがないかなと思って、まあ今もスキンのコンディションあんま良くないけどこの動画を撮ることにしました。ニキビがあるからといって悪いことではないし、みんな多分経験すると思うし、私もやっぱニキビあると自信なくなるし、でもみんなにちょっと元気づけるというか、もうニキビあることって普通だし、それをエンブレイスしないといけないなと思ってこの動画を、ゼロから撮ることにしました。だから本当にすっぴんの状態でニキビの状態もわかると思う。早速動画に入りましょう。まずはじめにメイクをする前に必ず化粧水をつけることにしています。私が今使っている化粧水はマークス&ウェップのモイスチャーハーバルウォーターのラベンダーとカモミールのものです。これミストタイプなんで、これを6回くらいプッシュするかな。いつも7だったね。6、7それでリップも一応初めの方に塗っておくようにしています。これ私の大好きなバーツビーズのものです。肌荒れをしてるということで必ず下地をつけるようにしています。私が使っているのはこの Too Faced の Hangover Primer なんですけど、これは名古屋で買いました。名古屋の高島屋かな、高島屋のデパートに Too Faced のお店があったので、すごいびっくりして買っちゃいました。はい、すごいいい匂いする。ココナッツの匂いで、これも2プッシュぐらいかな。で、顔全体に広げられる。マッサージしてるような感じでつけていきます。ゴシゴシじゃなくて、なんかソフトに。こういう感じ。じゃあ次。最近はね、なんかファンデーションとかあんまり塗らないようにしてるんだけど、やっぱり結構ヘビーだし、なんかニキビが悪化するかなと思って、だからコンシーラーだけとかにしてるんだけど、もしなんかイベントがある日とかちょっと写真とかいっぱい撮るから、いつも以上にもっと化粧するよっていう時にはこのどっちかを使います。これは It Cosmetics のいつも使うやつなんだけど、ファンデーションというか CC クリーム、 Your Skin But Better の CC クリームで、私はミディアムの色を使っています。でもう一つはちょっと聞かないけど、ディオールのクッションファンデ。でこれもすごい良くて、カバー力もあるし、結構保湿もしてくれるから。はい、でその後にコンシーラーをやります。目の下のクマとか、あとニキビ跡の上とかもうちょっとカバーしたい時に、これを上に乗せます。はい。でそれをセットするためにパウダーをつけます。私が使ってるのはちょっとかけちゃってるけど、チャコットのフィニッシングパウダーで、色は、オークル02です。一時期飽きちゃったから違うパウダーとかも使ってたんだけど、やっぱりこれが一番かな。眉毛はいつも通りアナスタシアビバリーヒルズのディップブラウンポーメイドのミディアムブラウンを使います。でこれとなんかこれちょっと最近古くなっちゃって全然なんか使いにくくなっちゃったの。全部固まっちゃって全然ソフトな感じになってないから、これとあと無印のアイブロウペンシルのダークブラウンを使ってます。ちょっと描きにくいところがあればこのペンシルを使います。はい。描き終わりました。ちょっと思い通りにいかなかったけど、そういう日もあるさ。はい。次に、コンタをしていきたいと思います。コンタというか、まあ、ブロンザーとか軽くちょっとシェーディングしようかな。キャットヴォン・ディのシェードナイトパレットの、このち
2つこのカラーをミックスしていつも使ってます。でこうやってやってますね、いつも。はい、鼻をコントアするときにこのブラシ使うんだけど、ついでにいつもアイシャドウもやっちゃう感じ。なんかブラシ変えるのめんどくさいから、アイシャドウとしていつも使ってるので、それが一番なんかナチュラルな感じに見えるかなと思って。わかるかな、すごい自然な感じ。でも結構違いはある。アイシャドウが終わったらアイライナーとマスカラをやります。マスカラは下まつげにしかつけないんですけど、クリニークのものをいつも使ってます。これは色01のブラックで、アイライナーはもう本当に適当に買ったものなんだけど、黒のアイライナーじゃなくて茶色を使うようにしてます。茶色の方がもうちょっとソフトでナチュラルな感じのルックになるので、はい、私が使ってるのはロリエルパリスのペンシルパーフェクトのものです。で色がねエスプレッソです。これ日本に行ってるかどうかわからないけど、もう本当に適当にドラッグストアで売ってるものでいいと思う。アイライナーやるとき目尻しかやってないんだよね。目尻と内側目ん玉ぶっ刺さないように気をつけてるけど、こういう感じで、なんか全部アイライン引いてる感じに見えるの。あとね、アイライン引くときにここもスキンも引っ張ると結構いい感じに引けちゃう。はい、それでチークとハイライトをやっていきます。私が使ってるチークはモルフィーのブラッシュトリオのパレットです。で色はパープルコラルです。でこういう感じ、3色混ぜ。ハイライトはアナスタシアのシュガーグローキットのこのバルスコッチというこのゴールドの色をつけてます。うん、みたいな。うわ、あとこのメイクの順番とか関係ないんで、いつも適当にやってる。その日の気分によって眉毛を先にやる時もあったり、今日みたいにベース先にやったりで、最後にリップをやります。いつも使うリップ、ちょっとバッグの中にあるんで取りに行くね。リップはマックのベルベットテディと、その上にシャネルのリップグラスの724番をいつも使ってます。最後にこのスプレータイプの日焼け止めをセッティングスプレーの代わりに使っておしまいです。